すごいギザギザしてますね。かわいい今の。はい、ということでですね、あの都心の最先端水族館アクアパーク品川にやってきましたが、なんとですね、ここでしか見ることができない貴重な生き物がいるということで、早速行ってみましょう。品川駅から歩いておよそ2分、品川プリンスホテル内にあるマクセルアクアパーク品川。およそ350種、2万点の生き物たちを展示し、プロジェクションマッピングによる四季をテーマにした演出が話題を集めています。なんかすごい希少な生き物がいるとお聞きしたんですけども。はい、世界でアクアパークだけにしか展示がない生き物がおりますので、こちらからご案内いたします。よろしいですか。はい、お願いします。こちらから。新井さんがいたら安心ですからね、やっぱり。あら、すごい、トンネルみたいになってるんですね。はい、この子でっかい。ライオンマンタもあの東日本ではアクアパークでしか見られない、はい、貴重な生き物ですね。こちらでは約今10種類以上のエイが展示されております。もうあまりにも数が多すぎて、はい、その貴重な生き物、はい、どの方かが全然わからず、はい、ちょうどですね、今こちらに、はい、とてもちょうどいいところにおります。あ、本当だ、すごい、なんかギザギザしてますね。こちらがですね、ドワーフソーフィッシュというノコギリエイの仲間になります。かわいい、パタンパタンって開いてますね。はい、あのお腹側にエラがありますので。うわー、はい、かわいい、エイの仲間ですね。とても貴重でして、今ではもう世界でアクアパークにしか展示がないお魚になります。すごい。いや、海の中に暮らしたらこんな感じなんでしょうね。そしてこちらの水族館の目玉が、音や光の演出に合わせたイルカショー。豪快な水かけ演出も人気のショーですが、実は夜になるとその雰囲気は一変。あー、モミジが散ってきました。秋ですね。あー、すごい、出たうわー、うわー、すごい水しぶきが。360度モミジが舞い散る中でイルカたちのパフォーマンスが楽しめるナイトプログラム。桜や花火など季節ごとのテーマに沿って違った演出が楽しめるのも魅力の一つです。あはは、かわいいかわいい今のくるくる。あ、すごい素晴らしい。品川でこの大迫力のイルカショーを見れるとはちょっと想像もしてなかったですね。楽しかったですし、秋も感じましたし、最高の時間でした。